スマップが年内解散を決めたことで、所属するジャニーズ事務所、ジャニー北川社長の引退が早まるのではないかという憶測が囁かれている。あるジャニーズ担当記者によると、スマップが解散する、市内で揉めている中、社長があと2年待ちなよ、と言ったらしいんですが、この2年の意味が経営者引退を意味するのではないかと見る向きがある、というのだ。 ジャニー社長は5月に記者たちとの面会でスマップ解散について絶対ない。そんな心配は全然ないです。解散なんて冗談じゃないと真っ向否定していたが結局は事務所サイドのコントロールが効かずメンバーらが解散を決断。いわば社長の顔を潰された形でこれには同じジャニーズの後輩タレントたちからも恩知らずではないのか。 とという声が上が上ったほどだと言われる実は、さらにジャニーさんをつらい立場に追い込んでいるのが、NHK の定例記者会見で、もみーまさと会長が SMAP の、紅白歌合戦、出場を希望したことです。北川社長に直談判すると言って、まるでジャニーさんが命令すれば SMAP が黙って出てくれるかのようなニュアンスで伝えてしまいました。 これで、スマップが出演しなければ、ジャニーさんの立場がなくなってしまう状態になったんです。ジャニー社長は、未だ仕事現場で人頭指揮を取るなど元気な姿を見せているが、85歳という高齢から引退が近いことは間違いなく、スマップ解散を止められなかった無力感から、引退を早める可能性は十分ある、と記者。というのも、スマップ解散発表では、 事務所とタレントの間に深い溝があることが知られたばかりか、スマップ独立を格索した元マネージャーの飯島道氏によるクーデターミスイ、姉のメリー副社長が悪者扱いされ、木村拓哉のブランド力低下など、ネガティブな話が、これでもかと浮かんでしまいましたよね。これは、自分の支配力が低下しているということを、世間にさらしたようなもの。 後継者は、名の藤島ジュリー慶子副社長というのが、規定路線ですが、今の状況では、その引き継ぎにも影響してしまうので、政権以上を早め、将来に向けた新体制を早期に固めた方がいいという役員もいるそうです。ただ、ジャニー社長は、決して弱気になることはない人物として知られ、身を引くにしても大きな展開がありそうだと、記者は言う。それこそ、 自分が身を引くから代わりにとスマップに最後の要求をぶつける。さすがにスマップも紅白だろうがラストコンサートだろうが断れないのではジャニーズ事務所については一部役員がジャニー社長引退の不安から新社長就任の際に協力してもらえるよう外部の芸能プロダクションに頭を下げたという噂もあるが いずれにせよジャニー社長の引退が遠くない将来にやってくると考えれば、何らかの動きが近々見えてきそうだ。その X d について、ジャニーズ事務所に問い合わせてみると、こちらでは、お答えできません、との回答だったが、予想以上に早いとする記者の予測が当たるかもしれない。